手探りハッピー。イエーイ、ありがとうございます。ちょっと遅れちゃいました。遅れちゃいました。すいません、私がね、突然来たのでね、あーたふたとなってました。俺もおしゃべりしたんですよ、ね、青木さんもおしゃべりしてたそうです。はい、ですね、今日は何をしようかなと思って、朝雨でしたね、すごい雨で。そう、止んだんですよ。なんかね、どしゃどしゃ降ってカラッと晴れて、すごい気温の差だなって思います。はい、そうなんですよ。で、雨の中私は今日6時ぐらいに起きて、自分の袋井のお店手作りやピースに行きまして、ミシンをやってました。お、そしたらね、あのね、水たまりがこんぐらいあってね、ベシャーンってなってバチャバチャーンってやってきました。すごいです。結構溜まってました、雨が。おですね。で、いろいろ持ってきたんですよ今日。ちょっと盛り上げのために、私が昔作った曲でも流そうかなと思って、これ完全オリジナルなので大丈夫です。これを流してみます。さあ、私のオリジナル曲どうぞ。油断した、油断した、スターサイボー。この曲はですね、私がスタップ細胞の事件があった時に、おぼかたさんの、あ、流れちゃった、おぼかたさんの葛藤を、オリジナルにしてスタップ細胞っていう曲を作って。あ、スタップ細胞って曲なの。スタップ細胞はありますっていう主張をしたんですね。捏造捏造言われてましたが、あるのかもしれないですね。私は感覚わからないですけど、おぼかたさんはすごく悩みました。あるのかないのかと、ね、青木さんはあるよりです。アル派です。アル派。私も、ないとは言い切れないのでアル派です。アル派です、ね、アル派ということでね。さあ、私今日作ってきました。こういうものをね、あのお店でね、これね、分かる人は分かるっていう、あのものをいっぱい作ろうと思って、こういうもの、これ巾着なんですけど、肩からかけれるんですよ。今流行ってるじゃないですか、なんかこういうちょっとしたあの巾着みたいな簡単なものが肩からかかってるっていうファッションが流行ってると思うので、私は作りました。はい、あのすごい気になったら来てください。袋井市朝岡350ショッピングタウン、パディーネ、パディ敷地内、手作りやピースです。こういうのね、作ってきました。ありがとうございます。友達って。ちょっと青木さんと今更新しました。はい、これ更新するんですよね、この赤くなって指先が。そう、それでね、友情みたいな感じですごい泣ける映画ですね。言っちゃったね。これ売ってないです。あの入場200円で、気になったやつをパラパラと見てもらって持って帰ってもらうっていう、実質タダです。いや、そんな本当？そうです、そうです。本当？はい、入場が200円かかるんですよ。で、私とちょっと話さなきゃいけない。マイクアキラも CD タダで。本当ですか、マイクアキラさん。ただで、あ、そういう活動されてます。本当ですか。婚活就活よ、講習所の秀美さんに、ね、回ってきました、私に。マイクアキラさんの CD。あ、本当。はい、実は聞きました。はい。くれるもん。くれますか。今日もね。今日言えばくれるよ。あ、6時半からのマイクアキラさん。今日アキラさん、今日。風でダウンしちゃったから。あ、じゃあ私が枠をもらってとかやつ。じゃあ18時から。もう一回出てきます、私が。じゃあ俺が出ようか。
あ、そうですね、うん、青木さんとちょっと更新の話をしようかな。手探りはピースに出ちゃう。あ、嬉しい。手探りはピース2回ありますね。じゃあ前半後半ニカちゃんも出してあげる。あ、嬉しい。え、そんな残れます？6時半ですよ。6時のだとアキラさんでしょ。アキラさんでダウンしちゃってるから。あ、アキラさんの方か。じゃあ3人で探るよ。6時半までだったら。あ、ぜひぜひ。 いいね、いいですね。そうしよう。マイクアキラさんの方だと思いました。私はそう思ったんですね。本当です。アキラのハポンのアキラさんの方ね。あ、そっちの。そっちのアキラさん。ハポン。ハポンの方の。風邪また引いちゃった。あ、そうですよ。なんか忙しそうな雰囲気してますもん。そうなんだ。なんか無駄なこと喋っちゃいかんなっていうか、そういう雰囲気あります。これは悪口じゃないですよ、アキラさん。本当のこと。なんかね、あのお時間割いちゃいかんなっていう感じの人です。あのアキラのようこそハポンのアキラさん、皆さんね知ってると思う。私よりみんな見てるから。ようこそハポン。今日はね私たち3人で喋りますから。はい。でね、もうねオリジナルも流したでしょ。で商品の説明もしたでしょ。そしたら何しようかなと思ってまた、ん、何でしょうか。歌を歌う、うん、でもオリジナルの方がいいなと思うんですよ。だからオリジナルをまた流します。じゃあ何にしようかな。何曲かあるんですよね。はい。だからどうしようかなと思って。で最近何ですか、これはあのアプリでサウンドクラウドなんですけど、それやってて、で最近こうダウンロードっていうんですか、なんか、うん、あの一時停止してたんですけど、さっきその復活したもんで、あ、これ使えると思ってもう一回使ってるんですけど、私袋石に嫁に行ったんですけどね、その旦那を歌った曲があるので、ぜひ聴いてみましょう。見ましょう。はい。何がいいか、そうです。旦那を歌った歌があるので、そういう感じなんですけど、うん、どういう感じか聞いてみてください。タイトル、ゆうちゃん帰宅。ゆうちゃん。よ、夏がやってきたよ。冷蔵庫のアイスを食べたらば。冷たくて頭がきてなった。冷蔵庫に入ってるゼリーが食べたくて、仕事終わって帰ってきて冷たいゼリーを探していたけど、買ってないのに気づいて諦めた。仕事帰りは生クリーム買ってきてくれるよ。シュークリーム買ってきてよ。言ってないけど買ってくるよ。 Yeah Yeah それが愛。 Yeah。 さあどうでしたか、私のオリジナルは。なかなかだね。ああ、なかなか。それが愛ということで、やっぱ愛だね。やっぱ愛です。 Love and Peace とねよく言うんですけど、私のお店はピースで、しつこいですね。手作り屋です。手作り屋なんです。はい。この番組は手探り屋ピースということで、こう見えないものをこうね手探りで探しているんですけれどもね。そう、あ、なんか青木さんがこう強めに来ました。おーと、あ、ちょっとこれはねっていう。さあそうですね、ネタをねいろいろ車の中で考えてたんですけどね、オリジナルを披露する、作品を披露する、自分のお店の所在地の説明、うん、あとは何でしょうか。何だろうな。最近旬なもの何ですか。旬、うん、もう初夏ですね。初夏ですね。ありがとうございます。夏ですね。夏ですね。あ、夏といったらね、私の場合夏色っていう感じなんですけどね。そうね、
旬のものなんなんですかね。ね、私夏といえばって言われると夏色ってもう染み付いてるもんで、中学の時から、中学の時からちょっと親にライブ行かせてもらって、そのゆずのライブ行ってたもんで、そうなんか夏といえばって、そうそうライブ感が染み付いてるもん。そんな感じです。はい。まだ5分あるよ。大丈夫だよ。大丈夫。はい。今日服かっこいいね。あ、ありがとうございます。火曜日に合ってるよね。なんか火曜日に合ってますか、ね。フレームにほらぴったしじゃん。あ、派手な感じで。ね。そっか、いや、月曜日のフレームと火曜日は違いますか。そう、火曜日ちょっと飛んだ感じにしたくて。あ、そうなんですか。何でもありだから。あ、本当にそうですね。かなり緩くやってほしいんだよね。やってほしいって感じなんです。あんまりこう固くしないでほしい。うん、あーそういうことで、うん、はあ、はあ、これはあれですよ、サピバさんの品物ですよ、なるほど、いい色だね、これすごいはっきりしてていいですよね、染めがタイダイ柄、なんかこう絵の具をにじませたみたいな、オーロラっていうんですかね、これ売ってます、はい、サピバさん最近クレープやってるそうで、ポップコーンも派手な色だよね、あーそうですよね、あれ作ってるんですかサピバさん、体に悪そうな色。そう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 。なんかブドウ味とかって書いてあればいいけど、多分ブドウ味じゃないんだろうなっていう。でもちゃんとあの多分食紅とかなんでしょうね。青とね赤混ぜて。ほとんど色だよね。うん。ささてまさんのクレープ2回ぐらいしか食べたことないけど、いいですよね。私デブ屋さんも気になってるんですけどね。なかなか会えないです。明日か、水曜日の枠なんですね、うん、ちなみに水曜日ってどういうコンセプトなんですか、水曜日はクロマキーを使って、うん、でマルちゃんとかデブヤ、ああそっかそっか、メジャーな感じで、うん、ああ。ボケツッコミ天丼をもうバシバシこうやるよ面白いですよね、仕事帰ってくると見てるんですけど、面白いでしょ、はい、面白いです、絶対コメント入れますもんねそう、絶対コメントいっぱい入れる、そう結構見てます、仕事帰ってきて座って一段落って時の時間帯にやってるもんで、すごい入れるよね、はい、すごい入れる、ファンです、あ、本当ですか、あ、よかった、ファンだもんで、なんかいろいろお世話になってます、コメントで、この前も生理痛だったんですけど、その時にうわーと思いながら見てたんですけど、ちょうどあの何でしたっけ、何だかな、ドクターの、ね、はい、すごい喜んでたよ、いや嬉しかった、あれ、あ、嬉しいです、うん、コメントも意外と使えますので、皆さん私の番組にもコメントをください婦人会議と内会2人でやってる、ね、あ、嬉しい、婦人会さんがいてくれたもんで、そうそうそう、相談に乗ってくれるよ、ここに来る、あ、嬉しいです、すごい、婦人会に行くのが怖い人は焼津テレビにまず来て相談だね、一緒に飲めばね、その裏とかいろいろ教えてくれるから、裏裏怖いですね、死にたくないの、医学のね話で盛り上がっちゃってたからね、この間に誘われて行ったけど、あ、そうなんだ、あ、こういう世界なんだ、ちょっと怖いです、医療系の裏とかね、そうなんですよ、あ、そうなんです、危ない話ばっかりです、あ、危ないんだ、危ないっていうか、うん、普段の話じゃないよね、へえ、先生がしてくれる話じゃないんだ、おきゃ、いや難しいよ、やっぱり話はね、あ、うん、健康診断の、あ、前回は僕ほとんど行ってないから健康診断ぜひ行ってくださいって言われてて、いやー怖い、私も怖い方です、健康診断見つけられちゃうからね、そうですね、うん、で信じきれないとことか出てきたりしてサプリにはまったりとかちょっとそれはまずいですけど、サプリにはまっちゃう、医療もそんな、お医者さん何か知らんのオタクだよね、でもやっぱりね、うん、そんなところがあるよね、へえー、でも間違いではないところがあるので、医療も信じてあげてくださいほぼ間違いって言ってるようなもんじゃないですか、まあ、そうですで、いやいやいや、自分だけではなく医療も信じてあげてください、まあたまにはね、たまに信じてあげないとね、はい、信じることが大事、そうねじゃあね、このね、ヤイズ TV は5分残して終わることになってるので、まだ2分ありますよ、2分ある2分あるという
お楽しみ情報をいただきました。でも18時にもう一回復活しますね。そうですよ、18時のね、あきらさんのようこそハポン、あきらのようこそハポンのあきらさんが今日はダウンなので、私たち今いる3人が出てきますんで、どういう3人だったっていうのを想像しながら楽しんでください。次の番組もちょっと待っててくださいね。はい、であと1分ぐらい多分あるんですよ。コメント入ってますよ。あ、コメント入ってる、うん、コメント見れない。どうやってみんなどうやって見てるんですか、コメント。すごいいっぱい人が、あすかちゃん見てるよ、次の番組の木村美香さん木村美香さんがコメントをくれました。皆さん参加してくれて、ビューしてくれてありがとうございますじゃあ私の鉄板のモノマネ、何が来ると思いますか。菅野美穂か、菅野美穂か、渡部篤郎で選んでもらいます。渡部篤郎ありがとうございます。あのね、今日ね、天気が悪かったよねあ、もうちょっとあるから菅野美穂も出しときましょうあ、こんなところに石が落ちてる、あ、100円だった、あ、任天堂 DS、 ちょっと DS ができなかったマイク持ってて、じゃあねありがとうございます。エンディングがあるんですか。では私のコード。